始まりました。強い倒し方選手権2024。司会は私、秘書と。解説は局長である私がさせていただきます。しかしメイスは高い位置から攻撃しないと、大きなダメージを与えられない武器なのだとか。ウィンドチャージも強いのかどうかわかっていません。今回はどの武器で戦うのが一番速いのか競っていただきます。ボーデンを倒すスピードが速いほど、強い武器という基準で競いますよ。それでは早速、強い倒し方選手権を始めてもらいましょうか。一人目の選手はネザライトの剣選手。強い武器といえばこのお方。局長はネザライトの剣選手に関して、どうお考えでしょうか？ネザライトの剣は1回の攻撃で、ハート4つ分のダメージを与えられる剣ですね。剣の中では最も強い武器、これは期待できますね。ネザライトの剣選手、ボーデンと睨み合って、スタートしました。クリティカルを狙って着々とダメージを与えています。今回の選手権はクリティカル OK なんですね。クリティカルが出せる武器はすべて、クリティカルありで選手権に挑んでいただきます。ダメージは確実に入ってるようですが、予想より時間がかかってますね。もう少し早く終わると思っていました。ボーデンは体力が500もあるモブですから、ネザライトの剣選手も苦戦しているようです。おっと、ここで終了です。結果は36秒でした。この結果が早いのかどうかがまだわかりませんね。早速次の選手に登場してもらいましょうか。次はクロスボウ選手です。クロスボウ選手は最大まで弦を引くと、ハート 5.5 個分のダメージを与えられます。ネザライトの剣よりダメージ量は多いですね。ですがクロスボウは装填時間が長い武器です。ネザライトの剣よりは劣ると思いますね。クロスボウ選手、スタートしました。最大まで弦を引いて、ボーデンを得る。やはり弦を引き始めてから、ボーデンにダメージが入るまで、少し時間がかかっている印象ですね。局長はボーデンを倒すまで、どれくらいの時間がかかると思いますか？このスピードだと2分はかかるんじゃないでしょうか？ネザライトの剣より攻撃力が強いとはいえ、やはりこのスピードですから。それでは少しだけ早送りにしてもらいましょう。クロスボウ選手、頑張ってくれていますが、なかなか決着がつきません。あ、終了です。結果は2分33秒。やはり2分は超えてしまいましたね。次は弓選手です。最大まで弓を引くとハート 4.5 個分、稀に5個分のダメージを与えられる武器ですね。クロスボウ選手より劣ってしまいますが、局長は弓選手に対してどのようにお考えですか？確かに攻撃力は劣るかもしれませんが、装填時間は弓の方が早いです。スピードでカバーできるかが重要ですね。弓選手、ボーデンと睨み合ってスタート。着々とダメージを与えていますね。やはりクロスボウ選手よりスピードは速いですね。攻撃力が低いとはいえそこまで大差ないですから、スピードでカバーできるのではないでしょうか？クロスボウ選手は2分33秒という結果でしたが、弓選手はどれくらいかかると思いますか？そうですね。このスピードなら2分もかからないと思います。おっと、弓選手、終了です。結果は2分5秒。ギリギリ2分超えてしまいましたか。ですがクロスボウ選手よりも早く決着をつけました。次はアイアンゴーレム選手です。中立的モブの中では最も強いと言っても、過言ではないと思いますね。現在1位のネザライトの剣は36秒という結果ですが、アイアンゴーレム選手は勝てると思いますか？アイアンゴーレム選手はモブに対して、ハート 3.5 から 10.5 のダメージを与えます。それにボーデンを早く倒す方法として、アイアンゴーレム選手を紹介している方も、たくさんいるのでネザライトの剣に勝てると思いますね。両者睨み合って、アイアンゴーレム選手が放たれました。アイアンゴーレム選手、攻撃し続けています。今回はボーデンが反撃しないようになっていますが、サバイバルでアイアンゴーレム選手を使う場合は、どうすればいいのでしょうか？アイアンゴーレム選手の回復用に、鉄のインゴットをたくさん持っていくといいですね。走行しているうちに決着がつきました。結果は35秒。いやーいい勝負でしたね。ネザライトの剣選手と1秒の差をつけて、ギリギリ1位に輝きました。このまま1位を死守してほしいですね。次はゴーレムつながりで、スノーゴーレム選手の登場です。スノーゴーレム選手は雪玉を投げて、敵対的モブを攻撃するモブですね。ゴーレムとはいえアイアンゴーレムほどの、大きなダメージは出せませんから、かなり時間がかかるのではないでしょうか？スノーゴーレム選手、ボーデンの存在に気づきました。スタートです。雪玉は確実に当てていますね。スピードも悪くはないですが気になるのは攻撃力。もしかすると現時点で一番時間がかかっている、クロスボウ選手の2分33秒より、時間がかかるかもしれませんね。ここでタイムアップです。スノーゴーレム選手。そういえばスノーゴーレム選手は、フレイズとエンダードラゴン以外のモブは、ノックバックしか与えないモブでしたね。また別の選手権でいい結果を出してくれることを、期待しましょう。次は期待の新人、ウィンドチャージ選手です。ウィンドチャージ選手の解説をお願いできますか？ウィンドチャージ選手は 1.21 で追加される、新しいアイテムですね。新モブのブリーズがドロップするアイテムで、投げるとダメージとノックバックを与えます。ウィンドチャージ選手はランクインできるのか、新人なだけに期待しちゃいますね。ウィンドチャージ選手、スタートしました。かなり強そうな印象を受けますが、局長はどうでしょうか？
スピードも申し分ないですね。爆発のエフェクトもあって、私もかなり強そうに見えます。ここで少し早送りにしてもらいましょう。現在2分経過しましたが終わる気配はなさそうです。見た目は派手ですが攻撃力は低いのかもしれませんね。実はブリーズもインドチャージと似た攻撃方法を使うんですが、なんとダメージはハート半分だそうです。もしアイテムのインドチャージも同じダメージ量ならかなり時間がかかるかもしれませんね。ここで終了です。結果は4分40秒。時間はかかってると思いましたが、まさか4分を超えるとは思いませんでした。次に登場するのはカナドコ選手です。普通は武器として使われることがあまりない選手ですが、頑張っていただきたいですね。カナドコは落下の距離によってダメージ量が変わるブロックです。今回はどの高さから落とすかによってトップ3に入るかが決まりそうですね。ゴーデンから4、5ブロック分離れた場所からひたすらカナドコ選手を落としていきます。スタートしましたが、ここで痛恨のミス。カナドコがゴーデンと同じ高さになると新たに落としてもダメージが入らなくなります。カナドコを壊してる時もダメージが入ってるようですが、間違えてゴーデンを叩いてるのでは。上に積み重なっているカナドコの落下ダメージが入ってるだけなので、これはセーフです。カナドコ選手作戦を変えつつダメージを与えていますね。ですがかなりタイムロスが発生してますね。落ちるスピードも速くはないですし、ランキング入りは難しいのではないでしょうか。ここで決着つきました。結果は2分37秒です。惜しくもランキング入りならず。カナドコ選手お疲れ様でした。爆発でモブにはもちろん、地形や構造物にも大きなダメージを与える選手です。TNT との距離が近いほど大きなダメージを負いますね。使い方によってはネザライトの剣選手や、アイアンゴーレム選手より強いのでは？ TNT 選手、早速スタートしました。ゴーデンのど真ん中で爆発を起こしていますが、スピードがやや遅いですね。着火から爆発まで少し時間がかかりますから、このスピードが足を引っ張らないといいですが。おっと、ここで終了です。結果は44秒、ユミ選手の2分5秒を追い抜き、3位に輝きました。スピードが心配でしたが意外と早く決着がつきましたね。爆発の威力でカバーできていたみたいです。ここで順位のおさらいをしましょう。3位 TNT 選手の44秒、2位ネザライトの剣選手の36秒、1位アイアンゴーレム選手の35秒です。皆さんいい勝負しますね。他の選手と大差をつけてかなり時間がかかった。ウィンドチャージ選手、期待の新人だっただけに残念でしたね。そんなウィンドチャージ選手も、コマンドを使えば1位も夢ではなかったのでは？と、言いますと？コマンドはアイテムの攻撃力を上げたり、ステータス効果を付与したりできるんです。ウィンドチャージ選手も、あらかじめコマンドを使っていれば、みんなの期待に応えられ。それではレースに戻ります。トライデント選手は近接だとハート 4.5 個分、投擲だとハート4個分の攻撃力です。攻撃方法によって違う武器なんですね。今回はどちらで選手権に参加するんでしょうか。今回は攻撃力がやや高い近接に加え、クリティカルありでの挑戦です。今、スタートしました。痛々しい音が響いています。かなり期待できそうですね。あっという間に終了です。結果は38秒。TNT 選手の44秒という結果をあっさり塗り替え、38秒という結果を残しました。これでトップ3は全て30秒台ですね。これから登場する選手は厳しい戦いになりそうです。次は期待の新人、メイス選手です。二人目の期待の新人ですか。メイス選手も 1.21 で追加される新武器なのだとか、攻撃力もかなり高いと聞いています。ですがメイス選手は普通に攻撃しても、強い武器とは言えません。高い場所から落下しながら攻撃しないと、大きなダメージは出せないんですよ。なのでどの位置から攻撃するかによって、勝負が大きく変わりそうです。メイス選手、スタートしました。カナドコ選手よりもはるか高い位置から攻撃するみたいですね。1回目の攻撃が入りましたね。ですがさすがオーデン。一撃では倒れません。メイス選手も負けじと再び上昇。2回目の攻撃が入りオーデンとの決着もつきました。結果はなんと、26秒。1位、2位を死守していたアイアンゴーレム選手と、ネザライトの剣選手を追い抜き、1位に輝きました。今度はみんなの期待に応えてくれたみたいですね。メイス選手の記録を超せる選手は出てくるのでしょうか。局長は武器として使ったことありますか？もちろん、ありますよ。ファイアーチャージは着弾ダメージと、燃焼ダメージの両方が入るんです。武器としてはかなり強いですが、今回の相手はオーデンですから、もしかしたら、燃焼ダメージが入らないかもしれないですね。今回はディスペンサーにファイアーチャージを入れ、クロック回路を用い攻撃します。ファイアーチャージは当たっているようですが、オーデンにダメージが入ってる様子はありませんね。オーデンの足元にも火がつきましたが、涼しい顔をしています。残念ながらファイアーチャージ選手、失格です。二人目の失格が出てしまいましたか。残念ですね。ネザライトの斧選手も攻撃力が高い武器として、名高いですが局長はどう思われますか？ジャバ版ではハート5個分のダメージが出せるツールですね。攻撃スピードは劣りますが攻撃力は上なので、ネザライトの剣選手と、いい勝負をしてくれるのではないでしょうか。ネザライトの斧選手、ゴーデンと睨み合って、スタ
タートです。メザライトの小野選手、いい調子です。クリティカルも出せていますね。スピードが劣っているとは思えないほどのスピードです。これはメザライトのケン選手にも、勝てるのではないでしょうか。ここで決着つきました。結果は35秒。なんと2位のアイアンゴーレム選手と同着です。ライバル関係であったメザライトのケン選手と、1秒の差をつけて2位に躍り出ましたね。非常に見応えのある勝負でした。次に登場していただくのは狼選手です。プレイヤーの強い味方ですね。狼選手は 1.21 で、バリエーションが増えることからも、かなり注目を浴びている選手です。鎧も追加されて防御面がパワーアップするので、攻撃面もしっかりチェックしておきたいですね。プレイヤーが1回殴って、スタートです。テンポよくダメージが入っていますね。おっと、ここで狼選手、攻撃をやめてしまいました。少し時間が経つと攻撃をやめてしまうのでしょうか？これはタイムロスが心配です。狼は複数匹いると、あっという間にモブを倒してくれますが、1匹だとやはり時間がかかりますね。そうですね、もしかすると2分台のユミ選手や、カナドコ選手といい勝負かもしれません。ここで決着つきました。結果は2分18秒。残念ながらランクインならずです。やはり狼は1匹より複数匹いた方がいいですね。昇入席選手もカナドコ選手やメイス選手と同じく、落下する場所によってダメージが変わりますね。今回は落下の位置が重要です。昇入席選手、スタートしました。落ちてボーデンに当たるまで時間がかかるので、いかに早く昇入席を置き壊せるかが、結果を左右するでしょう。お、たった今勝負が決まりました。昇入席選手、なんと26秒です。期待の新人、メイス選手と同じく26秒となりました。まさかの1位ですか、これは驚きですね。昇入席がここまで強いとは思いませんでした。次は溶岩選手です。数々のプレイヤーを苦しめた溶岩選手ですが、ボーデンに対してはどのように出てくるでしょう。私もマグマダイブで泣いたプレイヤーの一人です。ファイヤーチャージ選手が無念の失格でしたから、同じ炎属性として溶岩選手には頑張っていただきたいですね。最近登場したばかりのメイス選手や、昇入席選手がいい結果を残してますし、古参代表としても、もっといい結果を残してもらいたいとも思ってます。そうですね、それでは溶岩選手、スタートです。スタート。しましたが、これはダメージが入っているのでしょうか。ボーデン、ピンピンしていますね。ボーデンは溶岩のダメージも無効だったようです。というわけで溶岩選手も無念の失格です。非常に残念な結果ですね。もっとやれるやつだと思ってました。次は窒息ダメージ選手です。地味に泣かされたプレイヤーも多いと思います。私も海安な砂利のせいで何回も泣かされましたよ。一つ前の溶岩選手が失格でしたから、窒息ダメージ選手にはかなり頑張っていただきたいですね。窒息ダメージ選手、スタートしました。かなり地味な絵が続いていますね。編集の力を借りて早送りにしてもらいましょう。ダメージはちゃんと入っているようですが、これはいつ終わるのでしょうか。逆に局長はいつ終わると思いますか。かなり時間がかかると予想されるので、まずランキング入りは難しいでしょうね。となるとワースト1位の、ウィンドチャージ選手といい勝負ではないでしょうか。ウィンドチャージ選手は4分40秒でした。窒息ダメージ選手、この記録を超えられるのか。あれ？選手権の趣旨変わってません。ここで窒息ダメージ選手、終了です。結果は4分25秒でした。ワースト2位という結果を残してしまいましたね。あんなに時間かかるなら、逆にワースト1位になってほしかったです。というわけで最終結果発表です。3位はネザライトのケン選手の36秒。2位はアイアンゴーレム選手とネザライトの小野選手で、35秒。1位はメイス選手と昇入席選手で26秒でした。マイクラ強い倒し方選手権は、メイス選手と昇入席選手の、同率1位という結果になりました。皆さん、とてもいい勝負してくれました。サバイバルの参考にもなりましたね。それではまた次の動画で会おう。バイバイ。